どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品とかを中心にレビューをしています。ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、実はですね、最近、僕の自転車の荷台が、ちょっとネジを緩んでいまして、それによってですね、ちょっとね、危うく事故になりかけたんですよ。で、皆さんね、自転車、どれくらいメンテナンスしてます？実は、自転車につけている後ろの荷台だったりとか、各種それぞれのパーツ類って、結構ね、日々、使ってると緩んでくるんですよね。で、今回はそういった自転車だったりとか、まああとはバイクとかもそうですよ。そういったまあ二輪車に結構特化したですね、メンテナンス製品を一つ紹介しようかなと思います。今回紹介するのはこちらです。こちらのですね、トルクレンチを紹介しようかなと思っています。はい。なぜ今更トルクレンチっていう風に思うかもしれないですけど、これね、Amazon で現在販売をしているんですが、結構値段が安い割に、ビット数結構多いっていうところから、様々な、まあ、いわゆる自転車だったりとか、ロードバイク、あとは普通のね、オートバイだったりとかにも対応していますし、それだけじゃなくて、結構形状的にもスマートな形状になっているっていうところからですね、それこそ DIY とかそういったものにも使いやすい製品になっている感じです。はい。現在Amazon では、だいたい、7000円前後ぐらいで販売をしていまして、僕が今撮影している段階で言うと、ちょっと1000円オフとかのクーポンとかもあるので、6000円とかの、ところでですね、買える形になっています。はい。それでは早速なんですけど、こちらのトルクレンチ、どういったところがすごいのか、あとは実際にですね、僕の自転車の、まあ、いわゆる荷台、そういったものをですね、回していくにおいて、どういった感じで回せるのかっていうのを実践してみようかなと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。紹介するのがですね、こちらのトルクレンチになっております。こちらのですね、メーカーさん、皆さん知っておりますでしょうか？こちらのメーカーなんですけども、トルクレンチの界隈ではですね、結構有名で、トルクレンチの研究とか開発にかなり力を入れている会社さんになっております。で、良質や新技術を持ったトルクレンチっていうのを発売していまして、トルクレンチの調整っていうのが結構簡単にできるっていうところが、この、メーカーさんのですね、大きな売りになっております。で、早速ですね、中身を開けていこうかなと思うんですけど、開ける際はですね、この状態で、この部分、ピッて開けてください。で、開けるとき気をつけた方がいいのが、いきなり開けてしまうとですね、こういった形でパーツが出てきてしまうので、ちょっとね、平坦な場所で、机とかそういったところで開けていただくのをお勧めいたします。はい。ついてくるものとしてはですね、こういった形の、マニュアルっていうところと、こういったね、証明書がついてきたり、あとは、こっち側に関しては、こういった形で、様々なビットが、存在している感じです。はい。その他にも、こっち側の部分に関しましても、六角ボルトとかそういったところに、はめやすい、まあ、こういった形のですね、各種パーツが取り揃っているような感じになっています。ちなみに、この、ビット数に関しては、33ピックスありまして、4分の1インチ、いわゆる国際基準に、順次でですね、作られていまして、精度の、この、色差っていうところに関しましても、プラマイ 3% しかないんですよね。これって結構すごいことで、結構ね、こういった安いブランドさんになってくると、このビットって言われる、こういったものだったりとか、あとは、その他にもね、こういったネジ類もそうなんですけど、比較が曖昧なことが多いんですよ。なんですけど、今回のこの製品に関しては、そういったところにもかなり考慮しているっていうところから、自転車とかバイク、そういったものをメンテナンスしたいっていう人には、かなりおすすめだと思います。はい。じゃあ、早速なんですけど、本体のところをもう少し詳しく見ていきましょう。はい。本体に関しましては、こちらのですね、この長細い棒みたいなやつ、これが、いわゆるトルクレンチって言われるものになります。トルクレンチはですね、こういった形状になっていて、通常の、例えばなんですけど、こういったドライバーとか、それこそ六角レンチっていうと、例えばこういったものだったりとか、こういったものを想像されますよね。うん。でもこれらっていうのは、結構ね、バイクとか自転車を、メンテナンスする上では、かなり不向きな形状をしているんですよ。っていうのが、ドライバーとかだったら、一本線の、いわゆる形状になってるから、ほぼこういったトルクレンチと変わらないんだけども、六角レンチって L 型じゃない。あれになってくると、ちょっと入らない場所とかもあるんですよ。なんですが、今回はこれに関しては一直線の棒タイプになっているので比較的ですねどんなところでも整備がしやすい形になっています。でこういったパーツをつけるときにはですねこの部分上の部分にボタン式になっているのでこのボタンを押すことでロックが外れます。で例えばこういったドライバーをつける場合はこの四角の部分にここのね上の四角の部分
分にこの四角を合わせていただいて、で話す。もうそれだけで簡単にロックされるような感じです。はい。でもうあとはこの状態でキコキコってすれば、このドライバーでネジを締めることもできますし、緩めることも可能な形になっています。で、トルクレンチの大きな特徴っていうところで言うと、この上のここの部分ですよ。ここの部分にギアっていうものが搭載されていまして、これが今回のやつは72ギアで5度送り角っていうところになっているので、ドライバーとかだと全部こう回さなきゃいけなかったりとか、六角電池だとね一周しなきゃいけないとかあるんだけど、ここの部分を持ったまま、このね上の部分を持ったまま、本当に軽いちょっとの移動だけで何回もですね、やることによって、これは締めることが可能になってます。なので自転車とかバイクなどの細かい、そして狭い場所とかでのネジ締め、そしてネジを緩めるっていうところが非常に楽になっている感じです。はい。今回ついてくる、それぞれのパーツっていうところも、ちょっと詳しく紹介させていただくと、まずついてくるもの、何があるのかっていうところなんですが、この上の部分、ここが結構ね僕的に重要な部分になってきています。はい。例えばこれなんですけども、これに関してはエクステンションバーっていわゆる4分の1インチのバーになっていまして、これもねこういったところにそのままつけれる感じです。で、例えばなんだけど、バイクとかで結構奥まった場所にネジがある場合、この状態、これのねノーマルなバージョンの状態でネジをつけても回すことができないんだけど、これをつけることによってそういったところも拡張ができるので、かなりね離れた場所とか入りにくい場所とかもネジの、締めたりとか緩めたりができます。はい。で、この状態で上の部分にこういった形のパーツを組み替えることによって、延長性のあるですね、いわゆるトルクレンチっていうのも作ることが可能です。はい。取り外しに関しては比較的ですね、しやすい形になっていて、硬すぎるとかそういったことは特にございません。はい。あとはこういったパーツとかもありまして、これどういう感じなのっていう風に言うと、角度が上がね自由にこういう風に効く形になってるんですよ。なのでまあちょっと角度付けをしながら、ネジを、締めたりとか緩めたりしなきゃいけないところ、そういったところとかには非常に適してます。はい。これに関しても先ほど同様、上の部分は普通にこういった形で四角と四角を合わせてですね、ちょっと力を入れるだけでこういう感じでねつく形にもなっています。はい。これに関しては4分の1から8分の3に変える形で、ちょっと若干上の部分の四角が大きいの分かります？今までのやつってこれこういった形の穴になってるから、これ4分の1インチの穴なんですよ。けど世の中には8分の3のこういったパーツとかもあるんですよね。それに対応させるための交換プラケットとかもついてきます。はい。なので比較的ですね、必要なものとかそういったものに関しては全てこうついてくる形になっているので、届いた日からすぐに使える、そして拡張性もある、ホームセンターとかでもこういったパーツを揃えられることができるので、そういったものにも、一緒に使うことができる、まあ、いわゆるトルクレンチになっています。はい。で、トルクレンチっていうとですね、その名の通りですね、トルク調整をしながら、締めるものにはなってるんですけども、トルクってよく聞く言葉ですよね。自転車とかそれこそバイクとか、そういったものをメンテナンスするときとかに、トルクっていまいち聞いたことはあるけど中身知らない人多くないですか？はい。知ってるっていう人いらっしゃったらですね、ぜひコメントとかにも書いていただきたいんですけども、知らないよっていう人いらっしゃったら、ちょっとぜひねこの動画を見て覚えておいてください。トルクっていうのはまあいわゆる今行っているこういうネジ締め作業とかそういったものですよね。そういったものにどれくらいの力で締め付けてるかっていうのを測定する、まあいわゆるですね行為を指しまして、それを測定できる工具っていうのがこのトルクレンチ、いわゆるこういったね精密機器になっています。どういう風にトルクの、測定をするのかっていうところなんですけども、これに関してはここのね部分が上下に移動するんですよね。これによってロックが解除できて、ここの部分くるくる回りますよね。それによってトルクの調整、トルク値の設定っていうのができる形になっています。こっちに行くとトルクアップで、こっちに行くとトルクダウンみたいな形になっていて、でこれを上げることでトルク値の固定とかができる形になっています。はい。設定作業としては、この今ね決めたこの真ん中の部分に線が1個あるんだけど、今これだったら 0.9 の 3.5 みたいな形でやってるんだけど、これで締めることによって、カチカチカチと音がすれば、そこで、トルクが、規定値に値するので、ここ、軽いねショックが、手に携わって、測定および、この締め付けっていうのが完了できる形になっています。はい。ちなみにトルクの単位っていうのはニュートンメートルっていう形で表される形になっていて、これね、トルクが強すぎても弱すぎてもダメなんですよ。トルクが弱すぎる場合はそもそもこのね締め付け力っていうのが足りないので、ネジ
とかそういったものも緩みやすくなるし、さらに強くすればいいじゃんっていう風に思う方もいらっしゃるんですが、ネジが折れちゃう原因にもなるんですよね。なのでそういった意味からも適正なトルク値っていうのを自分でですね、こう設定して、そして締め付けるっていう行為がメンテナンスをする上で必要になってきます。早速ですね、僕の自転車2台ね、ネジ緩めて、そしてですね、ちょっとしっかりとですね、適正な位置で、もう一回止めようかなと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、それでは早速なんですけども、我が家の自転車でですね、こちらを使っていこうかなっていうふうに思います。はい。で、今回は、ここの自転車のね、六角ボルトを外して、ちょっとね、しっかりと、もう一回締め直そうかなと思ってます。で、こういった六角ボルトとかを外すっていう風に言うと、六角レンチっていうのが一般的な主流ではあるんですけども、こういったね、機材の方が、結構ね、棒が太いっていうところもあるので、力を入れやすいっていうところが結構便利です。はい。使い方に関しては、まあ、こういったね、様々なパーツが、あるんですけど、こういった感じで。はい。その中で、この六角に合う、このね、パーツですね。こちらのパーツを、ここの、後ろにね、ボタンがあるんで、このボタンを押しながら、こういう風に入れてあげる。ね、ボタン離すとロックがかかるので、これで、OK です。もうこれで外れません。ここの部分ね。こういう感じで。で、あとは、こういったところにね、つけてあげて、こういう感じにすると、普通の六角レンチだと全部回さなきゃいけないんですけど、これに関しては回さなくても、こういう風に半周で締めることも緩めることもできるので、結構ネジ締めっていうのがしやすい形になっています。ある程度緩まったら、もうあとは手でね、やってあげても構いません。はい。で、はい。じゃあ次ここもやっちゃいましょう。だいぶ緩んでたんで、結構しっかりはまっていいですね。ここの部分もはめちゃいます。よいしょ。で、ここのグリップの部分あるじゃないですか。これ結構力入れやすい、太めのグリップになっているので、それを言う分では、この六角ボルトとかそういったものをね、しっかりと固定はできるかなと思います。はい。これいいですね。いちいち一回転させなくてもこういう感じでしっかり回せるので、負荷がすごいかかりにくいです。で、本当にね、こういう狭い場所とかでも、このトルクレンチだったら簡単に締めることができて、で、さっきさ、ちょっと商品説明とかで、軽く触れてるんだけど、これね、いわゆるトルクの設定をした 0.6 の 0.9 って書いてあるんですけど、この、まあ、いわゆるトルク設定値に来たら、カチッと音がして止まります。ちょっとね、撮影場所的に不安定なんで揺れますが、こんな感じ。カチッカチッって落としてるんですけど、ちょっと低い音ではあるんですよね。はい。なので、こういう音がして、まあ、規定値まで行きましたよ、みたいな感じがわかるので、まあ、比較的、締めすぎとかそういったものにも、ならないかなっていうふうには思います。はい。しっかり止まりました。緩めるのも楽だし、止めるのも結構楽ですね。はい。はい、今回ね、こちらのトルクレンチをご紹介させていただきました。どうだった？うん、結構ね、簡単に、まあ、しかも少しの動作、こういうね、ちょっとの動きでネジが、緩めたことができたのが分かったんじゃないでしょうか。はい、実際使ってみた感じとしても、ここの部分がちょうどいい、この手にね、馴染む、長さになっているので、長すぎず、短すぎずといった形でですね、結構ね、緩めやすかったし、締めやすかったです。なので、個人的には結構使いやすい部類のトルクレンチかなと思います。で、力もほとんどいらないので、女性とかで最近ロードバイク始めたっていう人も、僕の友達も結構多いんですよ。そういった人とかにもかなり、使いやすいでしょうし、お子さんとかでも自分の自転車をメンテナンスするっていうのを、やれるかなというふうに思います。はい。で、結構ね、スマートな見た目にもなってるし、なおかつ、ああいったね、ちょっと入りにくいようなボルトの位置とかに関しましても、こちらに関しては、入ることができたっていうところからも、非常にメンテナンス器具としても
十分かなっていうふうに思います。はい、ちょっと残念だなとか気になったなっていうふうなポイントっていうところで言うと、そうですね、うん、このトルクのロック位置っていうのが手のこの、持つ場所のところにちょうど上にね、こういうふうにあるんですけど、男性の手とかだったら結構大きいんですよね。なのでこういうふうに握った時に間違えてヒュッて行っちゃう時がたまにあったんですよね。なのでそこぐらいかな。なので持つ時にここより下を持つっていうふうにしっかりとね、覚えといていただければそういったミスもないかなっていうふうに思います。はい、今回はこんな感じでトルクレンチをご紹介させていただきました。はい、ぜひですね皆さん、日々のメンテナンスが特に必要なのが二輪車になってきますので、自分でメンテナンスをやってみてください。自転車でもメンテナンスはできるんだけど、自転車でやるとお金がかかっちゃうので、こういったねトルクレンチがあることによって、最初の初期費用は必要ですけど、だいたい 2,3 回ぐらいでですねペイはできるぐらいになると思いますので、ぜひ試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。